まだったということがあります。それが、16歳になって、立派なお母さんになって、今ストローのようにね、中空になって中に空気を含むことによって、まあ、ある補給暇感があるということでね。北極馬のオスとメスが揃えられて、そして去年の動物園の熊を楽しんでいただくのはいいんですけれども、それだけじゃなくてね、そうか、彼もね、北極馬は流氷の上で、アザラシを待ち伏せして行き過ぎて顔を出した瞬間のアザラシ目がけて、襲いかかるんですよと。その襲われるアザラシの視点で、北極熊を見られるというのが、ね、この北極熊館のコンセプトということになります。北極熊は、ただ単に飛び込ましているというだけではありませんよと。彼らはこのように豪快な狩りをして、アザラシを仕留めてしまうと、そんな仕留められる気分を、ね、ちょっと味わってもらえたら、いいのかなというふうに思いますね。ホッキョクマはね、流氷が、張り詰めた冬になればなるほど、狩りの成功率は上がりますと。ところが、ホッキョクにも夏があるわけですね。夏、流氷のない季節は、ホッキョクマは絶食で耐えなければいけないと。数ヶ月間ものの絶食をね、この大きな体に、冬の間に蓄えたエネルギーで、厳しい夏の絶食を乗り切る、そういった生活を今だったということがあります。それが16歳になって、立派なお母さんになって、今彼らは絶滅に瀕しているという動物でもあります。地球温暖化の影響によって流氷の面積が、少なくなっていますよ。流氷がない季節は絶食で耐えなければいけない北極熊ですから、これ以上温暖化が進めば